ハビエル・アンヘル・エンシーナス・バルデムは、スペインの俳優。カナディア・ショット・オ・ラスパルマスにて、祖父母の代から、俳優の芸能一家に生まれる。おじは監督のフアン・アントニオ・バルデム。6歳でデビューし、テレビなどに出演するようになるが、一方で、ラグビーの世代別スペイン代表チームに選抜されるなど、スポーツ選手としても活躍。しかし芸術に興味を持ち、 マドリッドで4年間絵画を学ぶが、才能がないと感じて画家への道を諦める。ビガスルナに見出され、1990年にルルの時代で映画デビュー。1992年公開の同監督のハモン・ハーモンでスペイン国内での知名度は上がり、その後の出演作品でスペイン版アカデミー賞と言われる五夜賞を受賞した。しかし、 それでも英語圏での知名度は上がらず、スペイン国内での活動がしばらく続いた。1997年、ジョン・マルコビッチが彼の演技に注目し、英語作品への出演オファーをしたが、当時はまだ英語が疎かったため、このオファーは断った。2000年、英語作品、夜になる前にで、初主演を飾った。本作では実在したキューバ出身で、アメリカに亡命した芸の作家、 レーナルド・アレナスを演じた。劇中ではエイズに侵された作家という難役を見事こなし、その演技は高く評価され、ベネツィア国際映画祭団優賞を受賞。また、スペイン人俳優として初めてアカデミー賞主演団優賞にノミネートされた。2004年には、スペイン映画、海を飛ぶ夢で実在した尊厳主活動家のラモン・サン・ペドロを演じ、下半身不随により、 ベッドで寝たきり状態になった主人公の演技を絶賛され、二度目のベネツィア国際映画祭団優勝を受賞した。近年ではハリウッド作品にも出演しており、コラテラルやこれらの時代の愛に出演。そして2007年には公演兄弟監督のノーカントリーに出演。非道な殺し屋を演じ、スペイン人俳優として初めてゴールデングローブ賞助演団優勝。 アカデミー賞助演男優賞を受賞した。2010年には、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリト監督のビュートファル・ビューティフルでスペイン語の演技をし、カンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した。また、同年度のアカデミー賞主演男優賞などにもノミネートされ、5度目のゴヤ賞を受賞している。2012年には記念すべき50周年を飾り、 シリーズ最高の興行収入を記録した007シリーズ第23作007スカイホールで悪役シルバを熱演。ノーカントリーでの殺し屋を彷彿とさせる演技で同年度英国アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされた。夜になる前にでの演技はアメリカやヨーロッパで大絶賛を受けた。ゴッドファーザーなどで知られる名優のアルパチーノに 至っては本作を鑑賞後、わざわざ留守電にメッセージを残して称賛したほどだった。ショーンペンは、ビュートファルビューティフルを鑑賞して、その演技に圧倒され、上映終了後には15分間言葉が出なかったと、インタビューで答えている。2010年7月に、バッハまで女優のペネロペクルスと結婚。2011年1月に長男が誕生。2013年7月に、 長女ルナが誕生した。ロック音楽やヘビメタルを好み、AC、DC の大ファンである。ありがとうございます。